もう大聖人様自体にそんなことは、けしめ役が断絶なんてことは絶対ありえないって紋章がこれですよ。まあ、これは再三 YouTube でも僕が陰紋してるんですけど、まあ、106箇所っていう口伝書ですね。これは日蓮召集しか伝わってない。まあまあ、もうちょっと広く言うと鷹山系、つまり 日蔵系もそれから日賀系も伝わってはいるけども、いずれにせよ口伝書なんです。だから106箇所なんか絶対言わないでしょ、浅井さんは。口が裂けても言えない、怖くて言えない。で106箇所矛盾が起きちゃうからね。でここにはっきり書いてあるんですよ、まあ要は6人のね、そちらにじゃあ見せますね、そうそう、六老荘を定めましたよと。まずはまずは中んづく6人の唯定を定める、うん、定める表示は先々に沙汰するがごとし。だから6人のまず皇帝を定めましたよと。それはもうみんなに、公表しましたよねと。でだけれども、ただし、直樹結腸不足はただ1人なりと。だから6人平等ではありませんよと。実は遊女1人という人が1人いますよ。誰かあったら白蓮阿闍梨日光を持って相関となしと。6人の中でも実は日光が一人抜きん出て日蓮の全てを創造したんですよってことをこれ明言するわけですよ。で日光に日蓮が将棋ことごとく、持って毛頭残す、毛頭これ毛頭ほどもこれを残さず、つまり大聖人様の一切の仏法をこの毛の先ほども、つまりほんのちょびっとも漏らさず全部日光にこう送電しましたよって意味ですね。漏らさずことごとく付属せしめ終わん、全部似てるとこもあんね。そうですね、1個のコップから1個のコップに、そうですね、そういう言い方をしますよね、似てるとこあんねけど、ところが、ところがだよ。それはだからここら辺は浅井さんだと同じ意見なのさ。それは日光商人、それはその通りでしょう。人目商人、その通りです。日順商人までその通りです。日田商人までも一応認める。でも日見だけは違うのよって言いたいわけですよ、彼はね。ところが大聖人様から横っ面バッチーンってこの後食らうわけですね。ここまでは同じ考え方で、上州伊下並びに末帝と、上州伊下並びに末帝、ここ YouTube で、そうですね、末帝と、これが衝撃です。そう、いろんな、要は城主っていうのは結局その残りの5人って意味ですね。6人の中で日光商人だけが抜きに出て有事1人ですよ。でもこの5人も含めてこれから言うことを厳守しなさいっておっしゃってるんですね。だから城主で彼らは日照なら日照門流とか日露門流とかそれなりのこの釈伏眷属がいるわけだ。なので日露も日照も日朝も日時もね、みんなその末帝も全部含めて、いろんなその日光商人が3年有事1人なんて俺は認めねえよとか俺は信じねえとか、そういうことを 言うなと。人未来祭に至るまで末法万年ってことだよね。未来に尽きるまで、まで世が存実のごとく、世がっていうのは大聖人様がこの世に今存命しているがごとく、つまりみんなが大聖人大聖人って仰いでるがごとく、日光が着々無法の聖人をもって相関図と仰ぐべきものなり、要は日光聖人、日目聖人、日道聖人、日行聖人って、それが人未来祭までだよ。そんな700年とか750年の日達聖人66、67日見聖人とこでなんてことは言ってないわけ。そこでまた切れるとも言ってないわけ、また切れる可能性があるとも言ってないわけ。人未来祭まで大聖人のごとく仰いできなさいっていうふうに相関として仰ぐべきものになりましょう。じゃあ初めて知りました。だからすぐに交差連絡ができるわけないっていうと怠けてるっていうわけ。まあまあ、ちょっとなんかその元嫁と話したことあるんですけど、なんか言いますけど、でね、間に合わない
いや、まあ、そこの話じゃないんだよ、これは。それで、要するに日光商人の着々不法ってことはもう太石寺のちゃんとあの歴代のお名前に載ってる68代までっていう意味ですね。しかも万宝寺未来祭から言ったらほんのちょっとですよ、700年なんて。こっから先まだこういう風にずっと続いていく全ての御商人に対して日蓮がごとく仰いできなさいって言うわけでしょ。でね、もしこの御禁言が存在しているのに仮に66世と67世のとこで血脈が断絶したとする、仮に。そうすると誰の責任かってことになる。そうですよね。嘘言ったのかってことね。大聖人さんも、あ、これ嘘つきの話だってことになって、そうすると仏様が嘘つきということになると今度仏という資格がなくなるわけだよ。はい、嘘をつく、もう不毛母の家宝として仏になってんだから、うん、仏が嘘ついたというか、まあ、逆に言えば、未来を予見できなかった、アクシデントで、あ、断絶しちゃったってなると、はい、大聖人さんはたった700年先すら見通せられなかったってことになり、イコール仏じゃなかったってことになり、で仏じゃないってことはお釈迦様も嘘つきだったってことになって仏教を壊滅するんですよ。なのでもし日見商人のところで断絶したと言いたいなら自由ですけど、皆さんというかその元の人たちね、自由なんだけど、その方々はもう自らの成仏の道も何にもなくなったと言ってるのと等しい。もっと言えば大聖人様が嘘つきか未来を予見できなかった人と言ってるのと等しいってことになるわけになっちゃう。だこの嘘を信じるのか、それだから逃げてるわけ。切れてると本当に言っちゃうと、ここに知ってる、あの人はやっぱ知ってるから、全部御所は読んでるし相当読み込んでるはずだから知ってるんです。知っててやってる、知ってて言ってる、知ってて言ってる。なのでうちらがそうやって突っ込んだ時に切れて切れてないんだって、こういう風に言われる。読めないとかって言うんですよ。でも日光商人は本当にお出ましになりますよ。キレースとかって言ってるじゃないですか。でもご祥骨、ご祥骨光り輝く嘘らしいです。これ嘘なんですか。それはね、非常にこの微妙な問題なので、またあの後にしましょう。今日の話がとっちらかっちゃうから。はい、すいません。でも大派になんかお肉が覆われてるなんて、うん、なんか指導、指導っていうのあれじゃないですけど、うん、でその血脈のことで言うと、いくらでもこの紋章があって。